もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、何や、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で受けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？時々な。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあ、お腹空いてる時とか。元気やな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ？五郎さん、入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと？うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや。般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいな思っててな。あこちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺はするで。絶対あっこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に来て。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな、今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。絶倫だから。よっ。ああ、ああ、you
あんたが五郎さん？の、あんたがアッコちゃんか？よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱり来ない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あーええー、てええー、てサインやったらなんぼでも書いてあるからみんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ、例の人やと。なんでもない、優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいん？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい持っとるやろ。あちょ待て、飯食うと思うてへんかったから手持ちが足りひんわ。そんなんカードで払うたらええやん。こっちにも事情ってもんがあんねん、まあ、すぐに用意してくるからちーとここで待っててや。対応してや。あんまり待たせるようやったら帰るで。
しかし飛んじゃうぞ。やるんかい。やるんかい。
ていかへん？なあ、ちょっとだけでもええかな。どう？できたん？あ、五郎さん、お金準備できたん？なあ、バッチリやで。待たせてしもうてすまんの。なんや、ほんまにお金持ってたんや。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わしたるわ。ほんまに？五郎さん、分かっとるやん。よっしゃ、ほな寿司屋に行こうか。はよ行こう。五郎さん、お寿司好き？ああ、うちめっちゃ好きやねん。ウニとイクラは絶対食べんねん。なあ、一杯飲んでいかへん？まだ行かへんの？お腹ペコペコやで。あ、すまんすまん、ちょっと待ってや。何握りやしょう？ほな、1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん、飲まへんの？一応仕事中やからな。今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか？ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやの。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやないか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。
ひょっとして五郎さん、ゴマは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ、それは一体どういう。はい、小肌。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう、ほな行こうか。さて、腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。うち、あそこ行きたい。今度はどこや。ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあな。ほな、ゲームセンターに行くか。はよ行こう。おお、にしても五郎さん遅れてるわ。最近ゲーセン行ってへんの？ん？普段どこにおんの？もう。キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうか、お金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの？しゃあないな。ほな一応やったるやないか。
ほら、取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さん、ありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。おの、出ようか。ほな、次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後で、よう踊る気になるな。実はさっき電話で、ビップルーム予約してん。うちな、一度でええから、ビップルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金は思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたら、そこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。ほな行こうか。五郎さん、ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。ほんま？なんや。せや。
見合って。なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても2人で来たってしゃあないやろが。こないなとこはもっと大人数でシャンパン開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか。そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつはそないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそのような人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそのようなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。な、何？うちに一体何の用や。とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行くころやっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで。あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでもいいや。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のお守りなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと。ディスコ言うたら踊る場所やろが。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。
そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。いてもうたる。ざっとこんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐのをほどほどにしてきや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなんだ。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。わかってるわかってる。せやけどほんま信頼しとるんやな、牧村はんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったらうちも今頃どうなってたかわからへんもん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花ええ人疑ったら罰当たるわ。ふーん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。
あかん、そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。バイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。Yeah.
ここやな。マキムラ、どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺は客よ、客よって。聞けや。おい、ええから聞けや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。すみません。いや、で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え？ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タイヤマン！ちゃう
う違う言うとやろうが。ああ、ほら分かった、お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。あ、ああ、こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええ、でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は可愛らしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんは
いつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はノーってな。でも、あんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。ほう。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。あれ、店長。え、いや参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。お、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思ってな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ灸だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。うん、あれ何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？ハリやるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気をつけてな。
早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、随分余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでい。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もんやお前。
ちのセリフや。なよっ、邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。誠、ええから逃げろ。何なの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、ああ、何するの。おれ、さっさと連れてけ。なんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もやね。あの女俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。慕ってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。
こは。追いついたで。なんやわら、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。くそ。立てるか。その声、さっきのお客さんですか。あの、一体何がどうなって。クソが。その女は渡さへんで。しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるぜ。な、何？静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい！おい、厄介なことになったで。行くで、ついてこいや。危ないから後ろにおれ。うん、分かった。それはあかんて。なんで急にこんなことに。話は後で。まずは連中をまかんと。店長は無事なの。今は自分の身を心配せえや。Thank you.
行くで。もう大丈夫なの？せや。説明したる。ちょ待っとれ。おい、危ないから後ろにおれ。いつまで逃げるの？もうすぐや。喋ってると下噛んで。よし行くで。こっちへ。ないから後ろにおれ。うん、分かった。行くで、ついてこいや。はい。こっちやろ。行くで。もう大丈夫なの？せや。おい、危ないから後ろにおれ。黙っとれ。おい、危ないから後ろにおれ。分かった。ねえ、どうしたの？ちょっと待っとれ。行くで。ねえ、ちょっとどこ？こ
こいつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くで、ついてこいや。その女を渡せ。階段降り…え？階段？んな余裕ないわ。行くで。おい、危ないから後ろにおれ。うん、分かった。あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。マコトちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前は、ここでじっとしとけ。はい。マコトちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。
前ら何も言えん。何であの女狙うとる。お前そんなことも知らんと あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かってる。おい、どういうことや。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。大丈夫や。もう大丈夫や。で、店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうしてこんなことに。始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。